飯田常盤劇場は、長野県飯田市にある映画館。1.23 の3スクリーンを有する。戦前の1938年に、劇場の大松座として開館し、1947年4月20日の飯田大火で焼失したが、1948年12月12日に映画館の常盤劇場として再開館した。平日は年配者が多いが、休日は一定数の若者が見られる。下伊那郡では江戸時代から人形芝居や地芝居が盛んだった。1899年には、幅坂の歌舞伎座のこけら落としに、尾上菊五郎一派が、酒税町の曙の座の改築記念興行に、大阪の市川左團次が訪れており、どちらも連日満員の客入りだった。1915年には、松井須磨子や島村宝月らの一行が飯田を訪れており、宝月は、糸のと芝居の王国、飯田の皆さんと挨拶している。1927年11月には、陶器映画が飯田で初上映され、戦前の飯田市には、帝国館や大松座など多くの映画館があった。1938年には、劇場の大松座が開館した。映画最盛期における、飯田市の映画館1947年4月20日の飯田大火では、大松座や有楽館なども含めて、飯田市街地の大半が焼失した。1948年12月12日には、大松座跡地から道路を隔てた現在地に、映画館の常盤劇場として開館。木造2階建ての常盤劇場の座席数は1000席を超え、長野県で5市に入る大劇場だった。1949年10月には、酒税町3丁目に、洋画専門館の銀星会館が開館している。1950年頃からは映画専門館となり、それまでの大映と新東宝に日活作品も加わった。映写室には3人の映写技師が常駐しており、自転車置き場には自転車番も雇っていたという。1951年3月5日には中央劇場も、1958年9月3日には飯田松竹劇場も開館しており、戦後から昭和30年代にかけて映画は飯田市民の庶民的な娯楽として人気を集めた。1958年には映画月刊誌飯田映画ノートが創刊されており、飯田市内の映画館の上映作品や詳しい解説などを掲載した。日本の映画館数がピークに達した1960年版の全国映画館録によると、同時期の伊那地方には17館の映画館があり、飯田市には、常盤劇場、飯田東映中劇、銀星会館、飯田松竹劇場の4館があった。映画黄金期の常盤劇場の経営者は、赤穂映画劇場、赤穂キネマ、赤穂銀影、松川文化会館、芦間文化会館も経営していた。1970年には250席の飯田常盤劇場1号館と150席の飯田常盤劇場2号館に改造し、座席数の多い単独館から2スクリーン化を果たした。1980年の映画館名簿によると、同時期の長野県には51館の映画館があり、飯田市には飯田常盤劇場1号館、飯田常盤劇場2号館、飯田中央劇場、飯田名画座の2施設4館があった。180席の1号館では、東宝作品を上映し、150席の2号館では、洋画を上映していた。1987年には改築を行って、現在の建物となった。当初は165席の1号館のみを使用しており、他の部分はテナントとして貸していたが、やがて2館体制となった。常盤劇場と復興記念館、飯田常盤劇場は1990年代末以降に、飯田常盤劇場 1.2 に改称した。1997年末に公開されたタイタニックの公開開始当初はさほど客入りが良くなかったが、1998年2月以降は平日もすべての回で満席になるほどの盛況ぶりで、結局は1年以上にわたって上映を続けた。2002年10月から11月に上映した阿弥陀堂だよりは北信の飯山市を舞台にしている。常盤劇場では上映開始1ヶ月で1000数百人を集め、全国4位の興行成績を記録した。2003年7月12日には3スクリーン目として3号館を新設した。3号館は55平方メートルで30席の、こじんまりとした館であり、長野県松本深志高等学校を題材とした、さよなら、黒が初上映作品となった。2003年10月11日には、映画館、転身65周年を記念して、映画評論家のおすぎを招いたトークイベント、おすぎのおしゃべり映画館を開催した。常盤劇場とつながりの深い三重県の映画館を通じて、おすぎの招聘が実現。おすぎが飯田市を訪れるのは初めてだと言い、地方でも個人でこれだけ頑張っている。もっと映画館に足を運んで映画を見てなどと熱っぽく語った。2004年10月22日にも、おすぎを招いて再び、おすぎのおしゃべり映画館を開催し、おすぎおすすめのわらびやこうを上映した。銀座5丁目交差点と飯田常盤劇場2005年2月には、アフガニスタンのタリバン政権時代を描いたアフガン例を上映し、売り上げの一部をスマトラ沖地震被災地のために国連児童基金に寄付した。2007年1月2日3日、飯田商工会議所と飯田市商店街連合会は、バスで飯田市中心市街地を訪れた人に500円分の映画館入場料割引券を配布する取り組みを行った。中心市街地の賑わい復活を目的としており、割引券は飯田常盤劇場と飯田戦劇シネマズで使用できる。2010年には第33回日本アカデミー賞を受賞した沈まぬ太陽を上映し、2月14日には撮影を担当した長沼睦夫と若松節郎監督によるトークライブを開催した。2014年6月には長野県飯田町美女高等学校の第26回選抜高等学校野球大会優勝時に撮影されたフィルムが堀秀丸支配人の自宅で偶然発見された。このフィルムは常盤劇場創設者の堀安丸が専門家に撮影を依頼したとされており、7月12日から17日に上映会を行った。2015年にはフィルムを DVD 化して、飯田市立中央図書館に寄贈した。2017年に、僕は明日、昨日の君とデートするを上映した際には、愛知県名古屋市から毎週訪れて、1日2回見て帰る客もいたという。AB1980 年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。ありがとうございます。